仕事帰りに美容室に行くと、前に置かれた雑誌が、40代のおしゃれとか、大人かわいい40代とかだった。まだギリ20代代。子供の頃から老け顔だったし、地味なスーツで疲労困憊して、正気のない顔だったけど、まだ20代だよ。ぶん投げたくなったけど、せっかくだから読んでみた。大人女子の普段使いにで100万くらいするブレスレットとか、おしゃれして参加した同窓会で懐かしい人と会って不倫するとか、やっぱりぶん投げたくなった。関西ウォーカーとか、今日の料理とか無難なのでいいんだよ。うちも36の時の同窓会で住んで彼と意気投合してラブしてるから、年齢的なターゲットは合ってるかもね。同年代のママ友も40手前ぐらいからセカンドラブ初めてる人多いよ。セカンドラブって表現が何か気色悪いので、おいらくの恋とでも言ってほしい。いや、40はまだ現役バリだから、老け顔ブスと一緒にしないで。何が住んで彼だ。幸せな家庭を維持したまま、都合のいい性処理道具を見つけたラッキーってだけなのに、おめでてえな。不貞行為にお手軽感出すなってことだよ。40年の人生訓を生かして、家族にバレないように慎重に動きなよ。ラブしてる、セカンドラブという単語チョイスから、半端ないか弱い臭がする。ナウなヤング臭だな。そういえば、初老ってもともとは40歳だったね。不倫に、異常な拒否反応でモテないオーラが見えるようで怖い。浮気、不倫というものを自慢するモラルないクズ。そんなカスが胸張って家族世間へ言える行いでしょうか。セカンドラブ楽しいけどね。旦那は旦那でそれなりに愛してるけど別物。酸っぱいぶどうになるぐらいなら楽しんで生きた方が良いと思うよ。そんなお仏何人も知ってる。人の道を知ること。一回り上の人に不倫マウントを取られてもリアクションに困るけど、自分が女子高生にモテ自慢をするようなものかと思うと、共感性周知が炸裂した。お互い若くないんだから、もう寝よう。顔がむくむよ。ラリってる姿が客観的に見苦しすぎて、お仏が喋ってるとしか見えない。そんなゴミにモテたって気持ち悪さしかないし、それを酸っぱいぶどうからとか言ってる時点で、私レベル低いですって宣伝しかしてない。夫、妻の年齢が現在40とした場合、35歳の時に子供が生まれたならば、子供は現在5歳、夫、妻が30歳の時に子供が生まれたならば、子供は現在10歳。普通に考えて親子で過ごすのが一番幸せな時じゃね。親子で過ごせる貴重な時間使ってまですることなの？どちらも大事だけど。ただ、住んで彼にはたまに会わせるようにしてるよ。ニューパパになる可能性もゼロじゃないし、かっこ笑い。女をやってればわかるけど、無料で責任も取らなくていいなら、相手の見つからない女はいない。子供が必ず歪む。いろんな大切なことをなめてはいけない。いるよね。都合のいい処理相手扱いされてるだけなのに、いい女気取りの穴。子供への虐待と言える。こういうのに家族の大切ささとしても無駄だと思うよ。大切にしてたらそんな真似しないもん。自分の性欲満たすのが最優先で、自分が男の性欲満たすためだけの都合のいい穴なのが何より自慢なんだもの。確かにそうなのでしょう。なんて言えばよいのか。何も言わなくていいよ。道端に落ちている犬の糞とかセミのタヒムクロみたいなもんでしょ。目を背けて通り過ぎればよい。いろいろ説教してきて悪いけど、モテない女か肝をた男が変に逆ギレしてるとしか思えないよ。いろんな愛をモテる楽しめるのに、なんでそれをしないのか。本気でわからない。神経分からないスレで発狂しててほしい。どう言うなら理解する。頭と下半身があるかな。言っとくと、ここで諭してくれてる人たちは別にモテないわけではないだろう。前のモラルない人が別の ID で登場してるのかわからないが、あなたがどういう生き方をしていようが、家庭や家族、人という存在を大切にして生きる人々、温かな世界、人生を大切にする人々にとってはお仏ということだろうね。神経わからんのはあなたではないのか。